はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで CFD さんですね。いいですね。はい、パニーニエリートエキストラエディション、はい、エリートエキストラエディションでいいですね。よいしょ、はい。じゃあパック取り出しますね。5パック。で、3、8のメモ欄に、まあ10ヒットですね。各パック2ヒットずつ、みたいな感じです。よいしょ。はい、じゃあパックを切ってからですね。はい。で、今日ね、発送します。今日はちょっと早めにやってます。はい。よろしくお願いします。はい。コンレイ君ですね。シリアルはこの辺に、はい、ほとんどありますね。ドミニカのリーグの方も入ってます。はい。で、ここサインですね。アンディ・トーマス、シアトル。キャッチャーですね。はい。で、ダイカットの音、ザック・ゲロフ。はい、オークランド。おお、24シリだ。ザック・ゲロフ。一応、まあ、ドラフトされてるということですね。はい。アスピレーションズのオートです。24枚限定。結構、小尻も出やすいんですけど。まあ、あ、これなんだ？ギャラクティックだ。おお、77シリなの？なんだろうこれ。ギャラクティックです。光り方が、ほら。うん。レボリューションです。レボリューションの光り方。で、これはメモラかな。ソダーストローム。これもオークランドですね。あ、パッチだ。あ、金パッチです。マルちゃん。はい。金パッチですね。一応、イエロー、ぽいけど、はい、金パッチで10の10です。ここにシリアルあります。10の10。ここですね。はい、10の10。で、サインは、マンザードさん。ドラフトにいたよね。確か。オンカード。タンパベイ。で、シルバー。ボーマン君。はい。これも、2桁シリアルですね。で、またメモラかな。バリー・ラーキンさん。これもちょっと分厚いな。あ、でもこれは関係ないか。はい。49シリですね。バリー・ラーキンさん。レジェンドです。1985年の、4番目のピックだったということですかね。一巡4位。殿堂入ってますからね。で、ちょっと分厚いです。アルカンタラさん。ジョセファー、ん？ジョセフラーイーリンさんですかね。パッチオートでもないか。49シリですね。なんかこのサイン見たことあるな。似てる人いっぱいいるか。あれ、アルカンタラってあのアルカンタラ？ちょっとわかんないな。はい。アルカンタラ。まあ、いっぱいいるよね。チーム決まってないもんね。はい。まあ、インターナショナル枠でも行ってるかもしれないですけどね、アメリカの。はい。で、ジェムズのインサートート、カーソン・セイモアさん。お、ジョー・マックだ。はい。ボードラに言いましたね。オンカード。で、ラストですね。あ、ベニモンですね。ベニモン、ゲットだぜ。ハンダ。ハンダさん。はい。ジャイアンツですかね。で、ペイトン・ウィルソン。これ KC ですね。あ、オンカードだ。はい。で、ラストは、マックス・マンシーの
シルバーです。はい、かなり面白かったですね。まあ、パッチ来て。よいしょ。サインもオンカードは2枚かな ?3 枚かな。ボードラにいたメンバーも何人かいますけど、何位とかまではちょっと店長わかんないな。ジョー・マックは知ってるし、ボードラにいたんでね。ただそれだけです。オンカード、オンカード。インサート音も出てるし。ね、はい、ソダーストロームはまあ今年の早くて秋かなという感じでしょうかね。まあ金パッチですから。マンザードさんもいましたよね、確かボードなに。これもオンカード、オンカード3枚だ。全員打者、野手ですね。で、はい、24シリの大カットオートも来ましたし、ちょっと待って、ギョロフさんもあれだ、オンカードか。あ、オンカード4枚だ。おお、かなり面白かったですね、じゃあね。うん、はい、じゃあポーカーします。左が店長で右お客様、参加をします。ワン、ツー、スリーノーハンドですね。はい、じゃあ、こちらで発送いたします。明日着予定です。お受け取りよろしくお願いします。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。